はい、こんにちは、皆さん。こんにちは。皆さん、マイクラのバイオームって何個あるか知ってますか？まあ、1.16.5 で。正解は、53個です。誰が一番近い？ 50行ったのは、一番近いのは、シンゴか。はい、シンゴくん一番近い、おめでとう。さすがゴッド。で、今回は1時間かけてみんなで別方向に走っていけば全バイオームコンプリートできる説を検証していきます。わかります？1時間かけて遠くに突っ走っていってもらいます。走るだけ、まっすぐ走るだけ、1人1バイオーム見つければコンプリートできます。50人でやれば。で、下に実績とかも出てるんですけど、こっちでスプレッドシートを用意するんで、新しいバイオームを発見したら、どんどん追加されていきます。まあ、クンさん呼んでください。新しいバイオーム発見で出たら。そう、走れば走るだけ、みんなと離れていくんで、絶対勝ち合うことはないです。基本的に。はい。ということで皆さん、俺を中心に円になってください。輪になって、周りを見てください。周りの自分の方向。索敵体系。まあ、ここぐらいの円にしようか。ここら辺とかの円で。もうちょっと広がっていいっすよ。で、基本的にまっすぐ進むこと。自分、最初の向いてる方向から変えるとまずいんで、食べ物は全員に配ります。肉配ってあげてください。障害物は越えてけ。越えてけ。そこは。で、こういう隙間とか結構危ないから、ポータン、ポリゴンの方薄いとか、薄い方がまずい。ちょっとハムとかこっち来た方がいいかも。そこ人多すぎる。なるべく均等にした方がいい。あと、ナッシーとザグーの間人がいない。はい。みんなでまっすぐ歩いててもらいますよ。タコワサ式作的です。リリさんもう晩秋ではいいですか？紅茶さんも。はい。じゃあ皆さん、まっすぐ行かないでくださいね。みんな自分の角度を覚えておいてください。斜めだからめっちゃ難しいと思うけど。で、隣の人とかに会ったら、やばいと思ってください。隣の人に接触したらやばいです。まあ、マウスから手を離せばまっすぐ行けるはずなんで。だんだん離れていくはず。そう。そうなんだ。だから隣の人と接触したらおかしいんだよ。それは。かなりおかしいから、修正した方がいい、そうなったら。で、時間は1時間。1時間あれば全バイオームコンプリートできます。で、タイマー終了時はこれ流れまーす。ちょっと待ってね。これですね。朝の音楽です。ヒデさんのノイローゼになる曲にゃ。これ正直聞いたことない。無職が何か言ってる。よし。ということで、まあ、見つかったら、くんさん見つかったよって言ってください。最初のうちは見つかりまくるから、まああれなんですけど、編集ちょっと大変かもしれないですけど、お願いします。見つかったら見つかったって言って呼んでください。まあ多分、実績にも出るんですけど。はい。じゃあやりましょう。スタート！索敵開始。まあ、退学系はまあもう大丈夫かな。あー、河川発見。いいね。まあまあ、川、この辺川のバイオームか。はい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 、はい。この実績、あ、皆さん別にあれですからね。あの、チャットとかして、しながらでいいですからね。良平くん大丈夫かな？遅いよ。提言発見。ほうほうほう。で、ノルノルさんが、まあ入力などしてくれるって感じです。まあ、多分、やばいのが海系だと思うんだよな。サバンナとか、メサとか、あの辺が多分やばいのかなってやつ。平原とか森林とかはまあ絶対問題ないはずだから。金太郎最初俺の左側にいたはずなのにもう右側にいて草。みんな走れー。あの、あったらバイオーム発見のチャンネルに書かなきゃダメだよ。書いてください。森のある丘、これないと多分。森のある丘書いて。バイオーム発見を書いてください。ワドルド暗い森書いて。いいね、暗い森発見。あと、沼地、ペニ沼地発見。匠白樺の森発見。まあ、全然いけそうじゃない？これ、なんか1時間もかからんでいけんちゃう？チャットで、マウスをそこにカーソル合わせたら、ダークフォレストとか、ウッデッドキルとか、正式名称書いてある。MS それスマハマ書いて、冷たい海。MS その2つ書いてるんで、それ。海到達したか。あ、いいぞ、いいね。コールドオーシャンと、ヒョウさんもいけるぞ。ちょっと一回みんな止まろっか。ストップストップ。一回止まって。一回止まって。ちょっと今時間止めるんで止まってください。はい。ストップ止まれ。ノダダ、ドルピン止まれ。ガズーも止まって。ソラマン止まれ。ペカも止まって。全員立ち止まってください。立ち止まって、一回。ヒビトくん、止まれなかったらバンだよー。ふんころがしは、
うんころがしって、これ何の企画か分かってる？なんか、うんころがしって何してたの？ブラマイしていい？って聞いてた。サバイバル企画始まった、ふんころがしの中で。全然いいよ、じゃあ、ふんころがしは、じゃあ、それしてもらって。ポテチさん、ハゲネズミさん、動かないでくださいね。ここまでで、たった3分でどれくらいコンプリートできたかちょっと来ますか。何個できたみたいな。今書いてるのは、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。もう16いったのか。患者さん大丈夫ですか？ユニさんまだ移動しないでくださいね。よし、じゃあ移動開始。登る用のブロック欲しいです。で、自分でそれぐらい綺麗。イケコ深海見つけてるよ。紅茶も凍った深海見つけたよ。書いて書いて。冷たい深海その前見つけてる。書いて書いて。巨大種の貝が、あ、これか。フロリーディ花の森。おーおーおー、花の森来た。おお、レアレアレア、結構レア。あ、いいね、よかったよかった。ふう、まあ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 、ナイスだリーディ。あとマッシュルーム、キノコバイオームが多分困りそうな気がするよね。あとバンブージャングルとか、バンブージャングル、キノコバイオームあたりが、あとメッサとかが多分苦戦しそうな気がするよね。あとジャイアントツリータイガバイオーム、あ、もうあったわ。キリト見つけてる。キリト、それちょっとレアだもん。ジャイアントツリータイガ、ちょっとだけ、ちょっとだけレア。あとは、氷樹、樹氷バイオームみたいなやつ結構だるい。さあ、だんだんなくなってくるぞ。15分ぐらいで全部いけんのかな、もしかしたら。自分の進捗って、あー、これでわかんのか。進捗で自分が見つけてるかどうかわかる。ハゲネズミそれかけ、ハゲネズミそれかけ。かけかけかけ、ひまわり変幻。ひまわり変幻ちょいレア。深海書いてない。深海誰か見つけたのに。冷たい深海と深海書いた方がいい。タダシャカそれ書いて、タダシャカが書いて、冷たい海。で、デンデンが深海書いて。え、今度スパイク、シンゴ、こっからどうする？え、なんでここ、なんで何してんのお前ら。なんでこの4人が集うことが発生しうるの？進めない。見えない壁があるんだよね。はっ？タンク読み込まない。読み込みの壁か。壁に阻まれてる。まあ、もう一回ログアウトしてログインし直せ。良平が不穏なこと言ってる。どういうこと？良平は何？どうしたの？そろそろ限界が近いのかも。バイオームってバージョンごとに削除されたりしてるんですけど、まあでもマッシュルームあるんじゃない？ 1.16.5 別に。まあ一旦やろうよ。細かいバイオームとか消されてる。マッシュルームとメッサーとか、まあ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 、まあそれは別に後から悩めばいい話じゃない。まだいいっしょ。今悩む話じゃない。キューさんなんか、砂利の山。あー、砂利の山とか見つけてる。モブ消せねえかな。OP やれば、OP 渡す。ゲームルール、ドゥー、モブ、スポーニング、フォース。いや、だからあれすればいいんじゃない？なんか、牛殺すみたいな。ああ、なるほど。これが本当の戦いか。サーバーとの戦いが始まるのか、これ。この作敵。見えねえ。確かに、893のところチャンク欠けてる、ここ。うまち、超えるね。あと、エンティティの牛と、豚と羊殺した方がいいかも。多分大丈夫。イニー、それやろう。もう一回エンティティキルしないと、全部残ってるから。オッケー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 。でもこれで若干軽くなるはず。ボート消えた。くれ。海の真ん中でボート消えた。なんだこの893のところ、これ進めねえわ、これ。読み込み、進みません。俺の冒険、ここで終了。まあ、それ進むやつは進んで。進めないやつは、一回退出しよう。進めるやつだけ進んでみ、今。進めねえって思ったら退出して一回。ゲーム抜けてみ。それで、いけてるやつにとりあえず行かせる、一旦。多分ね、ボートが早すぎるんだと思う、おそらく。ボートが早すぎて、それで、読み込みにデバフがかかってるのかもしれない。すげえ戦いになりそうだな。で、今日これもいけねえぞ、これ。
あ、でもいけるか。だんだん万葉夢の数が多分出なくなってくるね。ぬるい深海、これがぬるい深海か。タンク進んでは抜けるの繰り返し、いよいよだな。でも今見てるけど、まあ、多分10、20、半分いってないと思う。まだこれでもちょっとたわけたわけたわけログアウトして一切手伝ってあげてほしい。で、あとの人はもうなんか、うん、まあ、そうだな、半分にするか。中にいる人一回半分にして、とりあえず今の一番左の列、フークからハマドラススバブーンの人以外一回抜けてみ。ノルノルさんとたわけはいて大丈夫、記載のために。で、これで一回進めさせる。ちょっと読み込みを終わらせて、あんまり速度変わんないかも。じゃあもっと減らしてみる。ドルペンより下抜けてみ。じゃあ、で、これでどう？これって読み込む？リロードの距離増えたかも。だいぶ、だいぶ増えたか。で、もう自分の目の前が読み込めたら1分抜けるみたいなの繰り返して、ちょっとずつちょっとずつ行くしかないかも。自分の目の前読み込んだら、抜ける、走って抜けるみたいなの繰り返してやっていくみたいなので行きましょう。自分の目の前まで行って読み込めたら抜けるみたいな。これラグとの戦いになりそうだな。凍った川ってドルピン多分誰も、フローズンリバー誰か入力したのこれ。フローズンリバーヒットなしだぞ、ドルピン。そこ、書いた方がいい。ベノムがいました。なんでベノムと遭遇できんの？なんか変じゃね？あれ、モブのスポーンなんか復活してるかも。プレイヤー以外キルするか、しょうがないから。イニーさんコマンド打てる？入ってきたら。設定で変えたはずなんだけど戻ってた。イモムシもう一回打たないとアイテムが散ってる。ナイス。でもサーバーとの戦いだな。サーバーがどれだけ持つかどうか。フンコロガシ大丈夫？サバイバルどう？進捗。お前金も、何持ってんの？大丈夫。今進んでます。あ、進んでるんだ。ボート使わない方がいいかもね。ちょっと大変すぎるけど。あまりにも早すぎて、ボートが。もう手で泳ぐしかない。ちょっとボート使うのやめようか。ボート禁止。ジャングルだ。マジ？おー、ナイスナイス。竹のジャングルがあれば、ジャングルヒル。などなど。竹のジャングルが欲しいですね。あんのかな ?1.16 点を。と思うんだけど。バンブージャングル。ありますね、多分バンブージャングル。バンブージャングルはあるか、見つけなきゃいけないか。あとなさそうなのが、難しそうなのが、マッシュルーム見つけたら大手が。あと、バッドランズかな、多分。1.16 点であるよね、多分。メサのバッドランズとか見つけれたら、まあ、大手柄。メサあった。え？何言うの、マジで。走れ。黙って走れ。みんなログアウトしま、早くなった意味ない。竹、え、あった？あの、あー、バンブージャングル発見。ナイスワドルド。ナイスドルド。ナイスナイス。よし、ちょっとバンブージャングル見つかったから、一回みんな止まろっか、参加してる人。ちょっと動き止めてみ、全員。あと何が足りないか見よう。ストップするから。今20分経ってる、ちなみに。動くのストップ。動くと読み込んじゃうからストップ。はいにゃ。でももうあれなんだな。マジでみんな別々の方向に行ってるっぽいよな。座標をね、ワドのジャングルがマイナス2100、2600なんだけど、みんなの座標ってどんな感じ？書いてみたよ、みんな。おー、ちゃんと別々行ってる。いいね、いいね、いいね、いいね。それぞれの場所行ってるね。素晴らしい。田辺283、197。もうお前落ちろ、もう。田辺、もう落ちた方がいい、もう。お前は落ちろ。で、ちょっと今、記載タイムにしよう。記載タイム。あとどれぐらいなの？アイスパイクとかはまだか。多分。樹氷、メサ、キノコ、サンゴあたりがだるい。まあそうだね。多分そうだと思う。この中でもさらにバイオームがあるはず。まあ大きく分けて50個ぐらいだから、まあ一応まあ大きく分けてで大丈夫かな、今回は。おもろいね、これ。みんなで宝探しやってるみたいな。空豆くん読み込んだり、参加したり退出したりやめてもらっていいですか？
田辺君、止まってください。止まってください。日本語わかりますか？パンチとくか。パンだ。無理だ。言葉の壁ありすぎる。止まってくれとログアウトするのが分かってない。言葉の壁発展した。言葉わかんないぜよ。ちょっとパンしてった方がいいかも。タンクの壁と言葉の壁がある。頼む、田辺。サーバーのために抜けてくれ。田辺、すまん。みんなのために抜けてくれ。まだ何もしてないよ。何もしてないのが問題なんだ。それが原因だ、田辺。田辺、すまんけど、ちょっと、それだ。それが問題なんだ。自白してることに気づけ。ポポーサ893が田辺をゲームから退出させました。一通りちょっと編集終了するまで待ちましょう。何が足りないかっていうのをちゃんとみんなで共有してから走った方がいい。多分な、見落とす。多分そうしないと。一回編集全部終わってからにしよう。動き出すのは。多分今3人の手で今頑張ってやってるから、これ以上増やすと多分なんか逆に混乱するから。田辺さん一人でハブで遊んでる大きな桜の木にびっくりしてる。お前いつ経ったそれ。ハブ。たぶんいいよ。多分今ないのは、ちょっとなんとなく整理できたけど、ないのは、吹きさらしの丘と、樹氷と、まあ、凍った川と、雪原とかがまあない。あとは、メサ系がない。凍った川見つけたよ、俺。え？あ、まだまだ、そうだ、見つけたの。はい。まだ反映させてない。よし！みんなじゃあ、行くか。あとまあ、ちょいだ。ただ、それが問題なんだけど。メサ見つけたやつは報奨金だぞ。メサ。メサと樹氷、ここでかい。いけ。変異したジャングルってなんだ。なんだろうね、変異したジャングルって。何が変異してるんだろう。まあジャングル系はまあそれレア。まあ一応レアなんだ。まあバイオームの中のバイオームカテゴリーだよね。サブカテゴリーみたいなやつ。まあ一応レアではある。イニーさん今まで平原見つけてなかったのか。意外にも平原見つけてなかった。2000と0なんだ、ここは。だいたい。メサ見落としそう、特に船の人。海の人いる？俺が上で見ててやるよ、海の人。MS か。周り見るわ。海見落としそうだね、メサとか。めっちゃ近くにあっても。お、周り、待って、樹氷とかあるの？凍ってるぞ。これはリログするしかなくないか？雪の砂漠って見つけた？いや、まあないかも。サブカテゴリーだね、一応。排出とこう入るのを繰り返して、今までの読み込んでたチャンクを消し飛ばした方がいいよ、多分。あ、その方が多分進むわ。体質とログイン繰り返した方が多分軽くなる、おそらく自分が。なぜかワンと合流して絶望。どうしてそうなるんだ。雪のツンドラ発見。樹氷が欲しいところだな。ルンさん、助けて。どうした、アドル君。船！頑張って渡れよ、それ。なんとかして渡れねえのか？ブロックがない。ちょ、待って。ちょっと、どうすんだ？周り壊しても重くて壊れない。なるほど、そういうことか。ドルピンでもここ絶望だぞ、ここ。ドルピンの旅はここで終わりかもしれん。なんか雨まで降ってきやがった。落下死しちゃった。死んだ人はログアウトですかね。ドルピンくん、多分君の旅はここで終わりです。ドルピンくん、君はここで終わりです。君の旅は、君の冒険は。退場していただくほかはないでしょう。自害せよ、ドルピン。ドルピン、船降りな。モブ増えてきた。モブキルコマンド打てるか、イモチャ。俺は密かにイモチャコマンドミスってあっといいするかなと思ってながらドキドキしてるんだよね。密かにイモチャに期待してる。ワンチャンないかなって。なんかモブスポーンなんかオフになってないよね、これ多分サーバー側で。多分。湧いちゃってる感じがする、モブが。普通に湧いてるよ。ちなみに見てるけど。新しく読み込むところが湧いちゃうのかな？かも。オンにしとかないと反映されない場面オームがある。どういうこと？嘘やで。は？は？どういうこと？
今は何、田辺さんと一緒に遊んでもらう感じか、これ、暇人くんは。あの、キルコマンの一つでお前の冒険を終わらせることは簡単だぞ。いやー、樹氷ねえなー。樹氷頼むー。出てくれー。メサも見つかんない。50人でこんだけ散らばってもメサ見つかんないってマジか。こんないもんなんだね、意外と。ね、なんか。砂利の山初めて、いや、見た。砂利の山。誰かが、俺探して見た、俺。プラスってなんだ？確かに、プラスってなんだろう。うわぁ、雪系バイオも終わっちったぁ。離陸しても進めなくなった。あったかい海って見つけた？おう、待て。俺が TP してやるから、そこでもう一回離陸し直せ。多分、ここハマったんだ、多分。俺は読み込めたから、離陸して進めなくなったら俺呼んでもいいかもね。で、ちょっと移動させて、できるだけ移動して、ボウを呼ぶわ。おい、ボウ、ここでどうだ？これでいけるか？ OK。探索を続けろ。まあ、回線細いやつが進めねえのかもな、もしかしたら。ウマヅラハギとかなんかどうなってんの？回線細いけど、君。ウマヅラめっちゃ進める。なんでな？あ、壁来た。俺が突破してやる。匠、合流しました。合流ってなんだ？はい、ウマヅラハギ、ワープさせよ。マイナス5000か。マイナス5000まで来てるよ、今。いや、でも1万ぐらいなのかな。1万ぐらいいったらメサ出んのかな。体感的にどうだろうね。海も探してないしね、サンゴの海。え、サンゴあったかい海で見つかれた？っていうか、あったかい海。あー、あったかい海探したのか。あ、じゃあもうサンゴクリアじゃん。よし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 。サンゴクリアと。ってことは、あとはメサと樹氷とキノコ。いやー、キノコ厳しいなぁ。キノコってさ、なんか島とかにあるイメージなんだよね、なんか海の中の。なんかそういうイメージある。なんか島で浮いてるよね、キノコって。めちゃくちゃ入体質繰り返しまくってる。まず海がないとそもそも始まらない。確かに。じゃあまだ雪原出てません。え？あったくない？雪原。誰も出してない。え？ない。マジか。冷たい深海。ポリゴン泳ぐの早いね。ボート禁止なのに。なんか。ポリゴン泳ぐの早いよな。それどうやって泳いでんのそれ。平泳ぎ？ポリゴン。早いね、ポリゴン。言い訳ある？でも冷たい海岸だし近くにあったりするんかな。そうか、雪原苦労するのか。残り30分ぐらいだぞ。見つかんねえもんだな。お手柄あげたらめっちゃすげえんだけどな。これ手柄来るかな。あげたら天城府3000なら真面目にやる。いや、天城級3000あげようがあげなかろうが別に関係なく突っ走ってるだけだろ。キノコ見つけた人は天城級5000円にしようか。キノコ。キノコに超報奨金かける。振り込みになるけど、銀行振り込み。サバが落ちた。サバのログ消したくない？入隊室のログ。見ているかな？ちょっとトイレ行きます。やべ。時間止めとかないと。今ちょうど30分だから、あと半分。で、メサとかキノコ見つけなきゃいけない。大変だなぁ。よいしょ。サバ、治った。入隊室ならすぐできるけど、すぐにはできない。落ちる問題は多分治る。よし。いやぁ、もう落ちる問題だけ解決してもらって、進むか。前に進もう。なに、かっちゃんまた騙されてん。なに、どうしたのかっちゃん。また騙された。俺、やばいです。死ぬらしい。なに、どうしたの?クリス 60% のブーかかった。3年後の自分にビデオレター撮るらしい。何でそうなんだろう。プランクトン皮膚炎が致死率 60%? 何言ってんの一体。あ、プランクトン皮膚炎で死ぬことってないんですけど。かっちゃんは6割死ぬって言ってんの。プランクトン皮膚炎で。なんかエボラ出血熱みたいな感じなのかな。比率、スーダン型で 50% だから、スーダン型のエボラ出血熱よりすごいと。もう、
まあ、なるほどね。明日病院に行ったら？あ、行くぞ。いっぞ。走れー。読み込ませろー。なんかさ、トリゴさ、わけわからん位置にいるよ。ポリゴン、場所、なんでこんな、え、ちょっと待って、ポリゴン。お前さ、なんで670-100とかにいるの？え？どういうこと？壁があって進めなかった。なんか変じゃね？そんな近場とかある？なんかめっちゃ近場じゃね？まだ。え、みんな座標書いて。え、なんでポリゴンだけそんなことになってんの？一回死んだ？書き玉マイナス157、マイナス500。まあ、頑張って。多分何も見つかんないと思うけど、ポリゴンこれ以上言っても。多分、ぶっちゃけ何も見つからん。え、バットランズあったの？え？あ！ブロメロム？あ！来た！バットランズ！うふぅ！出たー！え、出た！でかいー、これ！バットランズはでかいっすわー。でかでか。ナイスっす。ナイスだ。素晴らしい。まあ、あとはまあ、この付近でメサ系を見つければ。いやー、でかいなー、まあ。アイスパイクとかがないんだよなー。吹きさらし系。荒野の足も見つけた。同時に、ほぼ。ナイス。頑張れ、メロブ。ナイスだ。メロブについていくか。紅茶、雪のツンドラ。雪のツンドラは出てるよね。見つけた。ん？何を見つけたんだ？いや、は？わかりにくいね。あと25分ぐらいだよ。進めなかったので、ブロックください。ブロックは掘りましょう。あ、まさき、はい、これ、あげる。おい。一個。頑張って集めてもらってね。覗いそれ多分壊れてないよ、それ。ラグすぎて。もう俺目線、馬面ハギやな、埋まってる。埋まり面ハギになったわ。いやー、誰かがなー、メサじゃなくて、あれ行きつけたらなー。メサ系は見つかったし、あとね、樹氷がないんだよね、樹氷が。樹氷の雪原が意外とない。もうマッシュルームだな、これは。つ、俺も MS のそばからちょっと遠く行ってみるわ。ちょっとログアウトして。なるほどね、なんか ADHD アスレチック必要になってるし。妥協1万6000とか到達してる人いる？でもいないか、さすがに。4000、まあ、4000、5000の世界か。今5000、マイナス6000。たくみくんは到達済みぐらいかな。あれ？バンブージャングル見つかってない。見つけたの？バンブージャングルヒル。え？つまり、バンブージャングルはまだってことか。あらあら。らしいでーす。どなたがバンブージャングル探せた人いたりしますか？メサ、アッシュもまだ残ってる。一瞬竹ボエムがあったけどスルーしてた。それです。ねー、多分。そいつが原因です。何人かに絞ってやらせてみる。遠くに行ってる自信があるやつにやらせるとか。被ってなさそうな。やってみるか。残り15分。もうなんか姿勢でやらせる方がワンチャンいいかも。ちょっと自信があるやつ残れ。自信があるやつ残れ。自分が遠くまで行ってるなと思ってるやつ。座標書いて、座標書いて。座標書いて、そこより遠くにいるなってやつは残れ。だから自分無理そうだなみたいなやつはちょっと去った方がいい。多分こう海勢は残った方がいいと思うけどな。5000とか7000とか言ったらもう絶対残った方がいい。5000って文字が見えたら。ポリゴンくん
100-28 ですけど、これ残ります？ポリゴ君って。ポリゴ君残る必要あります？これ戻ってきた。ゴール。一人いた。いける自信があるやつでいけ。赤間先生も厳しいんじゃないかな。あ、赤間先生マイナス6800。赤間先生なんか動物組なんかないとにしたの。なんか動物組と遊んでない。最初からずっと一緒にいる。探せ探せ。でも精鋭しかいないぞ。精鋭だけだぞ残ってんの。逆に言えば最も重くしてる人間たちでもある。あ、エメス、これ樹氷あるかもしれんぞ。ここは氷じゃん。あれ、これ平原行けたんじゃね。これエメス平原じゃない。これここ違うか。あれ、雪原じゃね。雪原バイオームじゃないか。これ雪山マウンテンになってる。ちょっと広げよう。広げたらワンチャンあるかも。こっち広げてくるわ。残り12分。姫がサバナに一生懸命走ってるのにハブで放置してるの、なぜなぜにゃ。こっちねえな、たんも。ここ凍った川扱いなんだ、これ。扱い的には。いやー、こっち行ってもって感じだな。こっち行ってもですね、多分。だいぶラグに阻まれたな。ぬるい深海あったっけ。え、どうだろう。見たような気がするけど。見落としワンチャンあるからマジで目の前にちょうど来ないとわからない。ちょっと一回5人とかに絞って抜けてもらうか。D より下の人抜けてみ、今一回。D、D、D、A、B、C、D まで。D よりアルファベット下の人抜けてみ。一気に読み込ませよう、これで。ファンだけで。まだ読み込まない、これ。めっちゃ見えるようになった。いけそうな人だけ入って。あと10分だからマジで。もう、なんか海いるとか、もう絶対いけるみたいな人だけ。いけないなと思った人は抜けて。海いたらいた方がいいだろ。ほとんどがハブサワで待機することになってしまった。いや、結局、人間の数を使っても厳しいのか。いや、そう。いけそうなの？お前もう抜けろ、シラソル。シラソル、シラソル抜けよ。マイナス1600、400だ、こいつ。シラソル、もう無理だろ。さすがに。俺は無理やわ。カズさん、今海いる？海いるよ。MS と一緒のとこいる。いやー、厳しいぞー。やっぱ広がりすぎるとこうなるんだなー。頑張れ。キノコあと5分で見つければいける。なんかそんな変わってる気しないなー。多少読み込みができるようになってるか。さっきよかマシかなーってレベルだな。単語賞だ。それはあった。それはだいぶあった。いい。きれい。あと5分です。ああ、マイクラに愛されないと寝ないんだな。このロケートコマンドで言ったらどうなるんだろうな。誰が先般か分かるぞ、ロケートコマンドで。最終的に。すぐ近くにあった、みたいな。始まってる。俺のマインクラフトは。俺のチカチカクラフトが。人減らさなきゃダメかも。DD ハム MS だけ残れ。他、体質。体質命令。もう奴らに期待するか。この3人、このオンライン表記3に期待しよう。これに期待。これをワクワクしながら俺たちは見てる。多分 MS は海にいるはずではある。無理そうだったら、MS と D にちょっと落ちてほしいかも。まだ無理だってなったらそっち話し合って。内部で。ハムだけ残して。俺たちはハムに全てを託す。と、偏見ボットの時を考えれば、奴がこうやって託されるなんて誰が思っただろうな。なんか、ハマトラサスバブーンとかいうやつをなんか信じるなんて。誰が信じただろうか。残り2分。雪だから多分ダメだ。あ、戻ってきた。え、一人誰が残ったのハム。これ。二人誰が残ったの？ディディと MS。二人だけ残ったのか。
残り1分半。平原当たっちゃった。猿に人類の全てが託されました。これ、猿。残り45秒。残り20秒。残り10秒です。終了。朝だよ。入りましょう。猿どうだ。猿失敗。めっちゃ海なんだけどね。じゃあ全員入ったら答え合わせしようぜ。誰が一番近いか。ロケートコマンド俺打つから。ロケートバイオーム中心から打った方がいいね。中心って、あーそっかそっか、誰か中心の人いるかな。ポリゴンか。ポリゴンが真ん中いるから。まだあれ帰ってこない。所定の距離内にありません。あ、え、もしかして無理ゲーってこと。所定の距離内に湧いておりません。じゃあ DD のところでやってみるか。3万ブロック以上離れてるってこと。つまり DD のところからやってる。あ、ないですね。ないです。存在しません。待って、あとは、あ、アイスパイクはある。マイナス2400、9000の人って誰。一番近い人マイナス2400、9000。近い人いない。ディーディーにめっちゃ近い。ちなみにめっちゃ惜しかった。多分ディーディーが、まあまあまあ、まあ、ポリゴンのところから検索するとルーティンからだと、まあ、存在なし。バイオム存在なし。猿と別方向に行ってるとどうだろう。 MS とかであれやってみる。ないないよ。わ、ハゲネズミとかマイナス8000なんだ。だいぶ、ああハゲネズミがあった。直線距離に3000ブロック先。いやでもハゲネズミは多分無理だわ。これハゲネズミね、 Z マイナス方向に行ってるけど2200マイナス1万。だから多分ハゲネズミが行ったとしても直線距離2000ぐらいで見落とす。まあ大体1万ブロック先ってところか。いや隣にいたやつ誰だ。最初にハゲネズミの隣にいたやつ、でもそいつも多分たどり着けてないと思うな。ハゲネズミが歩いてて、カキカマさん、動物見て遊んでて行けなかったと。あ、俺たちのせいだ。ハム、ハムのところはない、存在なし。マイナス5000、1万。めっちゃ遠くまで行ってる。いや、あのハムだったら生きてた。多分ハムの移動速度だったら別に大丈夫だったって感じする。移動の速度的には。いや、なんかしらリベンジしたいよねこれ。いや、なんかもう精鋭だけでやるとか、選び抜かれたマインクラフトエースだけでやるとかしたらワンチャンって感じ。マインクラエースたちが四方に散ればワンチャンあったのかも。他の人感染みたいな。まずサーバーの強度もあるよね、多分。その分捜査範囲が狭くなる。いや、なんかもう、キノコバイオームを探すっていう企画じゃないの。なんか1時間以内に。もうどんな、なんか作戦を立てても、人数決めてやってもいいから、キノコバイオームを探すっていう。1時間で。まあ、海攻めじゃないかな。いやー、確かにキノコだけだったら海攻めまくればワンチャンって感じなのかね。いやー、悔しいな。ジジイ。めっちゃ GG だった。面白かった。まあ、樹氷もね、ディディいけてたよね、多分。あ、ちなみに、ハムさん、樹氷900メートル先にあります。900ブロック先。もうめちゃくちゃすぐそこ。まあ、ディディのところと多分違う樹氷だと思う、これは。別の樹氷が多分、まあ、なんかある。クソ惜しかった。樹氷出るのマジで惜しかった、多分。もうすぐだった。いやー、すごいね。すごい。